ここはもらってくぜ。三成様から急げってお達しでね。私は命を受けた。信長様よりこの地を守れと。左近よ、先走る悪手ぞ。聞いておらんな。三成様直々の命がよほどに嬉しかったと見える。熱いえめ、粉まいきにも調子づきよって。私の指揮などつけ焼きで好きに評すればいい。聞くところによれば、両軍ともまず大将が非軸、一息に攻め立てれば必ずや浮き足立ちましょうぞ。明かれ柴田の指示を待つな。おのおの地下通路を敵陣用いて応戦するのだ。おっと、俺の博打相手はやらせねえ。左近、こっちも地下通路とやらを使っちまおうよ。よし、今しか熱唱。どっちかさんもようこざんすね。叶うと思っていたのなら、いかにも愚かな楽観よ。誰かおとりになりたまえ。我が輩は遠慮するよ。あなたがいくらあがこうと、織田の外貨に変わりはない。マジかよ、そんなに手ごわい奴がいるってのか。あんた相も変わらずボンクラ扱いされてんのな。ちった言い返したりとか殴ったりとかしねえの。そんなことお前に気にかけられる言われなどない。勇気の緩い兵を見た。間違いであろう。問題ねえ。こんなとこでうちらが負けるわけやねえ。かかれ柴田なんぞより俺の方が強いはずなんだ。信長様の存在こそ今が乱世であることの証明よ。あこめ、まったく敵将に迫るだけが戦ではないのだぞ。ここの全てが左近のせいとは言えまい。三成様に申し訳が来たね。私に申し訳が、なんだ。すでに許可はいただいている。英豪に仕え続ける許可を。シーロの雲よ、火を隠せ。この心に刺す明るみよ、一つ残らず消滅しろ。これ以上怒られるのはごめんだ。あ、なんかあっちが騒がしいな。って、三成様、すごい圧倒的じゃないか。真摯に興味があるならば、今すぐ我らの元へと来い。ステッキーの、ここであいつを止める。俺も英雄になってやる。三成様、集中ですよ、集中。貴様が死ねば私の気を散らす存在は消える。三成様、誰か勝利の玄米茶を入れたまえ。な、今です、今すぐ。三成様、断滅かわしたってください。一人の武人として尊敬の念を抱かずには折れませぬ。頼んます、三成様、必ずやり遂げてみせるから。俺があんたにかけたように、あんたも俺にかけてくれ。定番だ。いいだろ、主人。左近、
私の信頼だけは決して裏切るな。じゃあそこやられちゃまずね。俺が守っときゃよかったか。無敵剣が、この先はやつが再び将として花開くとも思えぬ。信長様も明智殿も何を考えたお家なのか。悪いけど今日の俺は赤いちくらい本気だぜ。なんせ三成様直々のどでかい命令だかんな。心委ねられる存在か。決して私には得られぬものだ。その程度の失態、私のそれには及びません。俺たちの命は三成様のもんだ。無駄に張って散らすのはなしだぜ。オン風に舞う門面のごとく、捉えどころもない姿。やべえ、そっちがさ、イカ様なしにしちゃ上等じゃねえ。僕より期待などしておらぬ。こうなればいっそ勝家をおとりに撤退で。勝家でまだ一騎打ちに興じておるのか。結局のところ敵か味方かよくわからん。進め、我が軍の誉れたる兵士たちよ。今、あんたの瞳には何が映っている？何も見えてねえってんなら、カム、竜王の天下ってやつを見せてやるぜ。あなたは伊達氏。なぜあなたがここにいる？ま、ただの通りすがりだ。だが、随分とピンチじゃないか。時間かけに来て逃げるなりなんなり好きにしな。気候には紳士的な対応は望めない。これはそう思って構わないということだね。 Be a man、 黙って打ち込んでくれやいい。ただ負けて終わるなんてありえねえさ。俺もあんたもな。大物にこそ取り入る。つまり手腕は確かということか。いや、すごくて。いいライバルもいるじゃねえか、勝家。じゃあな、光さす明日でまた会おうぜ。が必死になるのも分かる。友倒れでスカンピンはまずいっしょ。どうだい、まずはお客さんに帰ってもらうってのは。構わない。だがその次はお前の番だ。なんかあんたとは合わせやすいんだよな、勝家。私の動きが単調だとでも言いたいのか。お前こそせいぜい着地の隙をさらさぬよう心がけていろ。その丁寧な物腰、信長公の配下らしく紳士だね。で、ありましょうか。撃たれるとは聞いていない。何より私はチリアクタのまま終わりたくはない。
く負けてでっかーく勝つ。やっぱ戦はコレクション。先を行かないでくれ。私お前たちが欲しかったんだ。やーべ、こんなダセーとこ三成様には見せらんねっての。綺麗にスカンピンだ。何もかもすっちまったよ。失礼、狭くて賢い狐だよ。素敵だ紳士は大人気。我が輩の決断が乱世を動かすといっても過言ではないね。おいっちに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 。丹大様、将軍様より出陣の命が。お待たせするわけにはいかないね。我が輩が挑むべき相手はどこの誰だね。尾張織田信長公です。ああ、なるほど。それはよろしくないよ。我が輩、信長公とだけは戦えない。はっ、ではすぐさま将軍様にお断りのお返事を。待った。とりあえず我が輩の心が決まるまで適当にごまかしておいてくれたまえ。頼んだよ。玄米者。将軍様、信長公、ご恩なるお二方のうちお一人を選ぶ。一世一代の決断とはまさにこのことだね。どうする？さあさあどうする？我が輩、豊臣陣営付近に松永の姿が。未完の名物、不足の美、実に難解だが育てがいのあるものだ。島の部隊が戦線離脱、沢山城へと撤退。鬼島津が暴れております。おりゃ